教えてくれた。男は泣き言いいな、女の子には優しくし、せこいことはしなさんな。やっといたらよかった、言う前にやることやっとき。でももう教えてもらわれへん、もう褒めてももらわれへん。デパートのプリンが好きで、神戸のパンが好きで、漬物が好きで、阪神が大好きで、運動神経がいい割になぜかめっちゃ足が遅くて、行儀にうるさくて、たまに兄弟と間違われた。最後にバイク飛ばして買うてきたプリン、口まで持っていてももう食べてくれなかった。もっと早く買うてきたら、大人になって役立つから将棋は覚えとかなあかん言うて、おもちゃ屋で番頭駒を買うてくれた。現実的でサバサバして弱音なんか吐かんおかんが、明日から入院するし道を言うとくわ。ベッドの上で最後の力振り絞り、俺の小さい頃の思い出伝えようとしてる。こんなに思ってくれてるのに何にもできなかった。もっともっと聞いとけばよかった、もっともっと触れとけばよかった、もっといいとこ見せたかった。全然やった、たくさん教えてくれた。気づいた時には